はいどうも皆さんこんにちは、トリッピーです。皆さん先日私はね秋葉原でポケモンカードをシングル買いしたんですよ。カードラッシュさんですね。それが回転飛行のカプコケコ、まあちょっと夏フェスのちょっとバージョンがあったんで、そちらの方と、あとはちょっとね、面白いデッキ作りたくて、その時にねグッズを持ってきたいなと思っていたんでアローラだった。そのうちまた対戦動画で出てくると思いますと。これもね、ジム限定でなかなか手に入らなかったんでね、嬉しいですね。ただ強くあんまり強いわけじゃないんで安かったんですよ、280円と。でこれちょっとマグカルゴデッキにね採用したかったんで、ビクティミのプリズムスターを1180円で、こちら3枚購入したんですけど、この購入した時にですね、レジに並んでいたらパックが売っていたんですよね。で私そちらの方を、購入いたしまして、それがね皆さん知ってますか、戦う虹を見たかっていう不人気パックでございます。それがこちらですね。はい、トリピさん、こちらをですね間違えて購入しました。はい、13パックありますと。ですね、まあ話を簡単に説明するのであるならば、これはですね、同じくポケモンカードブームでなかなかポケモンカードのパックが買えない時期に、結構売れ残っているパックで、君を持つ島々っていうのがあるんですよ。まあそこそこね、カード巡りをしていると、出会ったことがあるパックだったんですけれども、そちらの方にフィールドブロワーやアローラ球根、その他エネクジ、エーテルパラダイスとかね、まあもろもろ俺がちょっと今現在まあ欲しいカードが入っているパックがあって、まああとカプコケコ GX、 ゼラオラのデッキとかも組んでるんで、まあこれとかもなんかゼラオラレックで組まないんだったらまあ入れてはありかなとか思って、まあ売ったら買っとこうみたいな感じで軽い気持ちで持ってたんですよ。そしたらまあこれを購入した時に あるじゃんって思って、じゃあすいませんこれ15パックくださいって言ったんですよね。でその時にふとあれ待ってパックが違うって、ホウオウがトップってことはこれ俺が欲しいやつじゃないって思ってすぐに気づいたんですよ。なので、で、その時にちょっと待ってくださいねって言ってカードリストを見たら、もうそれはそれは、全然欲しいカードがないんですよね。だからすいませんって、申し訳ない。15パックって言ったんですけども、ちょっと、その時にやめますと言えなかった俺もね、出してもらったからわざわざ。ボックスから開けてくれたんですよね、わざわざ。だから、すいません、5パックでいいですかって聞いて、5パックだけ購入しますって言ったんですよ。んで、5パック買ったつもりだったの。家に帰ってみたら13パックあるんですよ。なんでですか？カードラッシュさん。カードラッシュさん、なんでですかこれ。確かに4000円高えなって思いながら払ったんですよね。え、なんでですかこれ。なんで僕、一応5パックって言いましたよね。え、マジでわかんないんですけど、これなんで。こちらのパックではですね、レア枠で当たったり、まあ、ノーマルで当たったりするカードがことごとく、そんなにまあ、めぼしいカードがなくてですね、ダブルレアで出るカードですら、そんなに、値段がつかないと、頼みの、レックーズじゃないわ、ホウオウやリザードにつきましても、まあ、そこまでね、強いわけではないと。まあ、がっつり炎タイプだったら他にもたくさん優秀なやつがいますんで、まあ、その、使われる回数が少ないという意味で値段がつかないと。ただ、しかし、それでいて、ホウオウもリザードもかっこいいじゃないですか。なので、SR 以上、HR とかになると、急にコレクター需要が高まって、すごい値段がつくと。ただ、普通そんなのって当たらないんですよ。30パック当たって1枚の SR 以上確定で、何十種類もある中のほんの少し。そのためにパックを買うぐらいだったら、シングルで買った方がマシなので、なかなかこれを、買う人はいないから不人気パックと言われてる理由なんですけれども、僕が間違えて購入したなら、それを狙うしかないじゃないですか。SR 以上が出て、なおかつ、ホウオウやリザード、もしくは、ウルトラレア枠のムキムキダンベルや、炎エネルギーなんか出た日には、もう俺、勝ち組ですよ。俺、勝ち組になってやりますよということで、早速やっていきましょう。はい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 。不死で。ヤナップ。オンバット。お、オンバットはなんか知り合いが使ってたな。コインを一回投げて表なら次の相手の番、このポケモンは技のダメージや効果を受けないということで。はい。あ、ロトムスカン来た。俺ロトムデッキ作ろうと思ってるけど、この効果を読んだ時に、全くロトムと相性がいいのかどうかわからなくて、え、これなんでこんな効果になってんだろうって思ったやつ。自分の山札の上から4枚見て、そのカードを好きな順番に入れ替えて山札に戻すと。またはそのカードを山札に戻して切ると。なんで？なんで、なんかもっとグッズサーチとかすればいいのにって思った。ペンドラー、はい。あ、終わった。まあでも実際ダブルレアでもいいけどね。リザード、かっこいいっていうか悪い顔が。顔が悪くなりすぎた。はい、ヤナップ。オンバット。ここ、プルメリ。このカードは自分の手札を2枚トラッシュしなければ使えないと。相手の場のポケモンについているエネルギーを1個トラッシュする。サポート剣を使ってエネルギーをトラッシュするだけだと。
なんだと、それならクラッシュハンマーで 50% にかけた方がマシだ。今のところ当たりカードねえぞ。今のところ当たりカードねえぞ。はい。不思議で？待って、光ってる。リオル？まあいいか。ラフレシー、飽きた。これね、地味にこれ嬉しいぞ。このポケモンがバトル場にいる限り相手の種ポケモンから技のダメージを受けないんですよ、こいつ。だから、あ、違う、間違えた。相手の種ポケモンは技が使えないんですよ。これがバトル場にいると。なので、例えばゼラウラレックとか、種ポケモンで、GX とかで主体で戦ってくるやつにはぶっ刺さるメタカードになります。これはでも、嬉しい。面白い動きができそうだから。そうなんす。はい。じゃあ次行きます。ホイーガ。バオップ。バッフロン。ペンドラー。この技のダメージは抵抗力が計算してない。はい。ペルシアン。なるほどな。ダブルレアとかでもダメなんだよな、今回に限っては。バオッキー。マケンカニ。あ、ルカリオ！あ、しかもこっちのルカリオ、そっか、これで当たるのか。なるほどな。このルカリオについてもね、もう一個の方の、ルカリオは値段結構ついてて、俺も結構集めてるんですけど、これも持ってますけどね。こっちはね、そこまでですね。お互いの、種ポケモン全員の逃げるエネルギーはそれぞれ1個分多くなる。おー、なるほどね。なるほどね。ちょっと、あれか。みんな逃げにくくなるって意味で。どんどん逃げてくるのを展開してくるのにはメタとして入るのかな？そうだね。実際逃げれなかったら回らないデッキとかもあるからね。はい、じゃあ次行きましょう。アブリー、ニャース、シードラ、来てくれ。俺の思い！おー、ダークライ。相手のバトルポケモンを眠りにするのと、相手がすでに GX 技を使っていたなら80ダメージ追加。ああ、それは強い。3エネ。まあ、ダブル無色2個だから、2エネで160出る。普通に強い。ヒットポイントちょっと少ないかもしんないけど、種だから全然いいし、非 GX だからね、優秀ですね、これ。アブリボン。あ、これはね、僕一度対戦したことあるんですけど、3つ集めで基本エネルギーを2枚までね、相手に見せてから手札に加えれるということで、俺が対戦したのは、ダグトリオかな。ゴールドラッシュダグトリオのデッキで使われていたんで、ちょっとこれは、作ってみるのもありかなって思っていたんで、アブリボン普通に嬉しいですね。ここ、カキ出たっけ？確かカキの SR も出るんだよな。カキの SR めっちゃ欲しいな。アロロベタベタ。人影？ほい！おー、ダークライ2枚目。なるほど。おー、ペンドラ。なるほど、なるほど。ダークライが2枚出たと。なんかね、次の、ダークオーダーが、すごく悪強化なんですよね。なので、悪がこれからどんどん環境、とりあえず診断が出るまでの1ヶ月は制覇するんだよ。すごく使われると思うから。今のうちに対策を考えておかないと。まあいいか。ほい！おー、ムキムキダンベル！これはまあ、なかなか面白い動きがする。このカードについている1進化ポケモンの最大 HP は40大きくなるということで。結構これはね、使い時多いんじゃないですか。1進化ポケモンが多い敵とかだったら全然採用ありっていうか、採用ありですよね、これ。普通に強い。ヘラクロス、知らない。特性読んでみよう。このポケモンが技のダメージを受けて気絶するとき、コインを1回投げる。表ならこのポケモンは気絶せずに残り HP が10の状態で場に残る。え？面白い。これ、運で、運要素が絡んでくるやつですね。気絶しても 50% の確率で、生き残れると。え、しかもさ、それで、次にもう1回攻撃されてももう1回コイン振れるんじゃない？そういうことだよね。だからコイン振ってずっと表を出していたら、ずっと場に残るってこと？気絶しないってこと？めっちゃ強いじゃん。すごいな、これ。え？ヘラクロス普通に優秀じゃない？俺が効果の読み間違いしてるんだから、ちょっとまた後で確認します。はい。じゃあ次行きましょう。人影。はい。オンバット。不思議。そろそろ来てくれ。はい。鬼しずくも。待って。え？え、嘘？嘘？ 4 パック？ダブルレア0？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。 4 パック？ 4 パック？ダブルレア0？ え？ 1 枚か2枚は出てくれるはずだけど、期待値でも。普通に。13パックだぜ。SR 狙ってんだぜ、こっちとら。こっちとら SR 狙ってんだぜ。ちょっと待ってくれ。マジで待ってくれ。リオル。おい、アブリボ、あ、嬉しい。そうなんす。そうなんす。ちょっと待って。待って。雲行きが怪しすぎてやばい。待って、マジで雲行きが怪しすぎてやばい。やばい。やばいんだ。ちょっと待ってくれ。本当にやめてくれ。タッツ。臭い花。
ニャース。リザード、GX-HMR は全然一番ありだよ。 GX ポケンの方が当たりだよこれ。普通だったらここで他のパックだったら、GX ポケモンの当たり枠が出たってことでもうすっごいテンション上がってんだよ。ジンライスパックだったらゼラオラが出た、はい、フェアリーライズだったらアローラ9号が出たようなもんだから、このパックが不人気なゆえんだよな。ありがとう。でもまあリザード出ましたんでこれ嬉しいですね。持ってないカードなんで、ちょっと効果読みましょうか。はい、翼で打つと、グレンの嵐、まあエネ加速炎タイプできるんでこんだけついてますけど、このポケモンについてる炎エネルギーを3個トラッシュしないとダメだけど300も出ると。まあこれスタートデッキに入ってるやつですからね、これ。まあそういう意味ではまあなんかなるほどって感じですよね。ただ300のダメージはね、もう耐えれるポケモンいないんじゃない。うん、ヘラクロスぐらいでしょ。ヘラクロスの 50% にかけるぐらいでしょ。まあいいか。リオル、はい、マリル、はい、ダークライ、なんかダークライ3枚目なんだけど。ダークライ、待って待って、本当にやばい、本当にやばい。俺ここまで大爆死する、まず勝った時点で負け確なのにダブルレア1枚って、 SR 以上引かんと何も始まらんのに。嘘だろ、なんで俺間違って買っちゃったんだろう。リザード助けてー、ねえ、なんでもう、いや、これ全部の俺じゃん。これだって13パックっていくら2000円ちょっとぐらいってる。ああ、ほんまにまいや。持ってないカード当たってるから、まあアドだな。